はい、小豆島町議会議員三木隆の週一動画パート119ということで119週目いきたいと思います。もうね、髪の毛がもう長くて気持ち悪くてね、もうずっと切りたいんですけどまだ切りに行けてなくて、まあ今日かも明日かね、明後日も3日以内にね、綺麗に切ってね、さっぱりしたいなというふうには思っております。はい、今日はですね、今日のテーマですね、はい、議員インターンを終えてということで少し話していきたいかなというふうに思っております。まあね、2月の、まあ、頭からね、3月の末まで2ヶ月間ね、議員インターンっていうのを初めてね、受け入れました。まあ2月のね、上旬に関しては15日ぐらいまでやったかな、あの学生の方がちょっとね、試験があるっていうことで、どう言ったらいいのかな、もうそこまでその日まではしなくて、16日から実質で言うと45日間ぐらいで、まあ実動で言うても20日ぐらいですかね、移動じゃないわ、活動をしました。まあ、その中でね、一番最初ですね、まあ、学生と、お話をする中で、まあ、いろいろね、なんでこう、議員団に参加しようと思ったんとかいう話からするとですね、まあ、なんとなくっていうことばっかりで、ほんまね、爆笑なんですけどね、まあ、4人ね、学生受け入れたんですけど、まあ、4人ともね、僕のところに来た学生は、議員には興味ないっていうね、じゃあなんで来たんやっていうぐらいのね、感じはありましたけど、まあ、つまりね、まあ、どういうことを、まあ、この議員団を通してね、どういうスキルを身につけたいとか思ってんのとか、どういう風な知識が欲しいと思ってんのっていうところね、少し深掘りさせていただいて、まあ、もともとはね、議員活動を結構メインでね、動くようなプログラムにを考えてたんですけど、もうほぼほぼしなかったなっていう、まあ、少しはね、やりましたけど、ほぼほぼしなかったなっていう形で、まあ、基本的にはもう学生のね、まあ、知りたいこととか得たいことっていうところにフォーカスして、僕も動かしていただいたっていうのが、まあ、この1ヶ月半ぐらいの現状ですね。まあ、本当に3月は議会回る中でくっそ忙しい中でね、すごく大変だった、とにかく大変だったなという、そういう感じでした。まあその中でもね、私自身も結局ね、時間とお金を投資して、どういうことを得たのかっていうところで、まあすごくね、僕としては価値の高い、時間になったなというふうに思います。本当に時間とお金をかけた分以上に、いろいろと、回収って言ったら失礼ですけどね、得ることができた、1ヶ月半ではありました。まあ、ざっとね、書いた、ちょっとね、抽象的にも書いたとこあるんですけど、まあ、これまでの議員活動の棚卸しができたっていうのは、これは大きかったですね。やっぱりまだね、言うても僕、1期3年経っただけです。この4月から4年目っていう形で、もうほとんどね、年に1回しかやらないことっていうのがすごい多い中で、それでもね、自分が思うことっていうのをずっと やり続けてきてることがあるので、まあ、そういうことをね、しっかりこう積み上げてやってきてるんだなっていうふうに実感することもできたし、意外にね、あ、こういう話もできるし、こういう話もできたなっていうところで、まあ、自分のね、これまでの議員活動の棚卸しができたっていう、この段階で結構だからこれスタート前ですよね。始まるまでにこれ結構棚卸しできたの、その段階で結構良かったなっていうふうに思ってました。で、行政業務の理解が深まるということで、これね、やっぱり学生はね、どちらかというと議員にあまり興味がなくて、まあね、行政職員ね、まあ、将来の夢がやっぱね、役場の職員、公務員になるっていうところが結構、なんとなくの雰囲気で、思ってる。完全にもうそれを目標としてる人もおったら、なんとなくそっちかなっていうふうに思ってる子もいてて、まあそういう子はね、結構、業務、役場の業務どういうことやってんのとか、いうような興味があって、そういうのをね、何個かインターンの中で入れて、私自身もね、各課のやってることっていうのを改めてね、理解できたっていうところがありました。それから3つ目がですね、若者の考え方の理解ということで、やっぱ今の若い人ってどういう感覚でおるんやろうとか、どういう考え方を持ってるんやろうっていうところで、まあ、インターン中にもですね、僕の意見をどう思うとか、彼ら自身が考えてることをアウトプットしてもらうっていう時間結構作って、ああ、でも本当ね、若いからっていうんじゃなくて、本当に若者独特のすごいいい考え方はいっぱいあるなっていうふうにね、思えることができたので、やっぱね、誰からでも本当に学ぶことができるなっていうふうに思ったのが、実際のところです。それから刺さるワードっていうことで、まあ僕自身もね、議員としての話と、あとコンサルティングの話とかもさせていただく中で、自分のね、よくやっている、こうセミナーとかの内容をそのままアウトプットしたり、まだね、ちょっと 100% 固まってないものを学生を対象にアウトプットしたりとかさせていただく中で、あ、どういう言葉に結構刺さってるとか、あ、この内容って結構こうね、刺さってんねやっていうか、
メモ取ってくれたりしたなっていうところがあったりして、そういうのが分かるだけでも十分僕ね、すごい、あ、これはこういう言い方良かったんだとか、こういう表にしてたらすごい分かりやすかったんだとかっていうところで、相手にね、他人に刺さっていく表現とか、まあ、表、データとかっていうところがすごく理解できたので、それはね、良かったことの一つかなというふうに思ってます。で、まあね、やっぱり、今回これで言うとね、本当に去年の夏前、6月ぐらいですかね、インターン受け入れてもらえないですかっていう風にお声をかけていただいて、それがね、もう6月確かぐらいにいただいて、1ヶ月後とかなんですよ。で、7、8ぐらいでこう、やるにお願いできませんかって言われて、ちょっと準備期間もあまりにもなかったんで、そこは断って、このね、次の2月、3月はもう受けるわっていう風に話をね、お約束の中でしてて、まあね、本当に、受けて最初に思ったのは、もうね、まあまあ、議員インターンなんでね、3月の議会とかやってるとか、9月議会やってる間とかがいいんでしょうけどね。ほんまにクソ忙しい時間で大変やなと思いながらやったんですけど、まあ、新しいことへのチャレンジの重要性っていうのはすごく感じましたね。やっぱりさっき言ったように、こういうね、気づき、やらんとわからん気づきっていっぱいあるんで、それがね、やっぱり新しいことのチャレンジをすることでしか気づけないことっていうね、ところにも気づけたのが、まあ、今回ね、やってよかったなって改めて思います。本当ね、学生も、どうなんかね、まあ、学生たちにもね、ちょっとどうやったんかなっていうね、聞いて、自分もね、今後の、まあ、反省点ね、活かしながら、また改善点を生みながらね、次のね、インターン生受け入れる時にはね、もっとね、ああ、もうミキさんのインターンでめっちゃ良かったわって言ってね、言ってもらえるような、まあ、活動にしたいなっていうふうに私自身思っております。本日は以上です。どうもありがとうございました。